皆さんこんにちは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、上でゴーレムさんが燃えてるんですけど、あのゴーレムトラップが結構うまく稼働していて、ゴーレムさんがあそこで燃えるようになったんですけど、ちょっとね、今行ってみたらわかるんだけど、ここに見えるかな、落ちてこないんだよね、アイテムが下に。ということで、ちょっとこれを改善しないといけないので、まずこれをやっていきたいと思います。その後、今日はもう2020年最終日ということで、この私のワールド、新しく始めたマインクラフト、このワールドをちょっとだけ振り返っていこうかなと思います。ということで、早速改善をしていきましょう。それで調べたところ、ここがどうも看板じゃないとダメだったらしくて、ちょっと看板でもうまくいくかわからないんだけど、とりあえずやってみます。じゃあこれを一回壊してやってみようか。看板をこんな感じでつけていったらいいのかな。こうつけていく方がいいのかな。あと一個必要か。じゃあ残りの一つをここにつけて、これでどうかな。流してみます。はい。あー、自分が落ちちゃった。あれ、ゴーレムさんこんなところに生まれてる。なぜだ、ここに生まれたのかな。いや、まあいいや。これでどう、ちょっとゴーレムさんがじゃあ湧くまでわからない感じかな。ちょっと沸かしてみよう。丸石とかこういうスペースがあると、ここの上にゴーレムが湧いてしまうので、こういうのはなくしてしまわないとダメですね。そしたらここに湧いてくれるんじゃないかな。今一人ここでゴーレムさんが焼かれました。せーの、ガシャン。おお、入ってる。やった、成功だ成功だ成功だ、やった。ということはこれでゴーレムトラップ完成かな。それではこのハルちゃんワールドの今年の功績を見に行きましょう。まずスポーンしたのがこの辺でした。木に覆われてて、で羊がいるって感じだったかな。で村が目の前にある。そして頑張ってこの辺を整地したりとか、あとこの横を柵で囲ったりとかして村を守りましたね。村のこの家の位置とかは変えてないから、これは初めのままかな。こんな感じのお家が建っております。やば、めっちゃ鳥の軍団。そしてここはもうなんかコケコッコ牧場になっております。ここは特になんか意味があってやってるわけじゃないんだけどね。コケコッコ牧場出来上がっております。そしてここの畑、ここの畑は向こうにあったやつをこっちに移設させたんだよね。遠かったんだよね。ここに移設させております。村人も増えたね。ゴールド免許の人とか結構いるし、この人もゴールド免許。この辺にね、シルクタッチの人とかもいたりして、いい村なんですよ。ヤシもね、意外に役に立ってました。そしてここは初めから牛牧場だったんだよね。なぜか知らないけど、ここ囲われて牛が飼われてましたね。あ、そしてこの辺にあった家も向こうに移設させたかな。なんかめっちゃ変なとこに家があったんだよ。そしてそしてここに竹やぶをね、実は作っていまして、足場がこれで作れるんだよね。竹を採取し放題。そして初めの頃はね、ここの洞窟を怖い怖いと言いながら潜っていきましたね。この洞窟が意外にちっちゃい洞窟だったから良かったけど、奥の方まで行ったりとか、クリーパーに襲われたりとかして、この洞窟も頑張って進みました。あんまり行くと帰ってこれなくなるから戻りましょう。そしてそして割と序盤に見つけたのがあの沈没船ね。あの沈没船にもお宝が入ってたんだよね。初の沈没船でした。お宝箱まだここに残されたままだったんだ。こっちと向こうにチェストがあったね。そしてこの私の家の周りの海がめちゃくちゃサンゴが綺麗な海なんだよね。これは結構ラッキーというか嬉しいですね。何でも綺麗な方がいいからね。サンゴの海はね、めっちゃ綺麗だからすごく好きなんですよ。そしてそしてこの家ですね、私の豆腐ハウス。
なんかわざわざこのバルコニーとかも作ってね、いい眺め、サンセット、こんなのも作りましたね。で、この家は自動扉、ここでいろいろ作業したりしました。一回寝ましょうか。おやすみなさい。はい、おはようございます。朝焼けも綺麗ですね。で、ここは2階もあるんだよ。このこっからね、眺めることができるというかね、攻撃することができるというかね攻撃したりしてましたね。こっから外に湧くゾンビたちを、こっからね、ゾンビ倒すの結構面白かった。まあ今でも別にできるんだけどね。そんなこともしておりました。さあ、そしてここは私プライベート畑だね。向こうの畑は農民の畑、ここは私のプライベート畑。もう今は何も作ってません。農民たちが全部勝手にやってくれるからね。そしてそしてここですよ、森の洋館。もう今ではすっかりお家にしちゃってるけど、森の洋館もね、本当は敵がうじゃうじゃいるとこでしたね。頑張って制圧して住めるようにしました。今はこっちの裏口をメインに使ってしまっているけど、本当は向こうが表、ここら辺はぶち抜いて部屋だったのを廊下にしたりとかしてますね。赤い絨毯引いたりとかね。ゴーレムさんも一緒に住んでおります。で、ここは職人たちの部屋、ここは司書たちの部屋、そしてここはミツバチの部屋、そしてそしてこれですよ、自動農場。なんて言うんだ、自動農場かな。ここもね、作るの大変だったけど、めちゃくちゃ作ってよかった。本当にここね、このレベルで物が取れるから、めちゃくちゃこれいいシステムです。もうこれは本当におすすめしたい皆さんに。自動農場はこちらにもありますね。大きい部屋2つが自動農場、勝手に農民が働いてくれております。そしてそしてこの辺も窓が全くなかったのを、すごく大きな窓を全部作りました。何気にここに滝があるというね。そしてここはかぼちゃスイカ農場、違うな、かぼちゃスイカ生成所、ここもたまに取りに来ております、かぼちゃとスイカ。そしてそしてこちら、ここはブランチマイニング場ですね。最近全然行ってないわ、ブランチマイニング場。いや、まあちょっと行くと遠いからやめとこうか、この辺でね。この辺はね、奥の方、あ、キノコめっちゃ生えてる。奥の方は渓谷になっていて、こっちはまだまだ下が続いております。そしてそしてこれですよ、ゾンビが降ってくる。結構ね、いい感じで稼働してる。近くにいないと、あんまり離れすぎると稼働しないけど、結構近くにいたりとかしたらここを稼働してますね。家の中にいたら大丈夫なのかな。おお、という具合で落ちてきます、猫が。そしてそしてここです、水槽。なかなかね、いい眺めだよ、このカラフル水槽。そしてね、イルカがいなくなってしまったという、またイルカいなくなったんかっていうね。このね、隙間に入って死んでしまった説が一番大きい。逃げることはもうできないはずだったので、隙間に入って死んじゃったのかなと思っております。まあまた暇な時に捕まえに行きます。まあでもこのカラフルな熱帯魚たちがめっちゃいっぱい泳いでるし、サンゴもね、ここにめっちゃいっぱい持ってきたので、まあこれはイルカがいなかったとしても素敵な水槽なんですけどね。そしてここがサトウキビ畑、サトウキビ自動回収機的な感じですね。ここはね、たまにね、めちゃくちゃでかい音で回収されるからびっくりする。いい感じに入っております。ここも、これも結構作ってよかったなって思った。司書と紙が交換できるから、これはなかなかいいですよ。そして最後、ここがヤシと地図係、なんだっけあの人、地図係のお部屋ですね。さあ、そして2階に行きましょう。2階に行っても何もないけど、この階段も作りましたね。真ん中に踊り場を作って、こう上に行けるようにね。2階はね、本当にほとんど何もしてないから、また2階も使って何かしていきたいなと思ってるんですけど、まだまだ
土地は広いというか本当に使い切れてない感じがあります。ここはネザーゲートだね。もうあんまりネザーは行きたくないけど、猫ちゃんのネザーゲートがここにあります。せっかくだからね、3階のゾンビトラップ見に行こうか。めっちゃゾンビの声がしてるということは、順調にゾンビが生まれて落ちているということですね。あ、全然いない。意外に全然いなかったわ。でもあの辺とかいるね。あ、結構いるわ。結構いるいる。ゾンビが生成されて勝手に落ちてくれるというね、優れものです。モンスタートラップ、これもね、大変だったけどすごい作ってよかったなって感じする。落ちる、落ちたいいね、ここいいね。結構大変だったけどめっちゃ作ってよかった、本当に。そして最後がこちらですね、ゴーレムトラップ。今30分ぐらいかな、放置してるけど、どんな感じか見てみましょうか。30分稼働させて55個、やば、めちゃくちゃいいじゃん。30分稼働させて鉄55個ということでした。めちゃくちゃいいね。住民も別にそんなにたくさんいるわけじゃないので、住民も 1,2,3,4,5,6 人かな。確か4人いるだけでゴーレム湧くはずだったので、それぐらいだったらね、そんなには時間かからないので、ぜひやってみてください。ということで人参をあげておきましょう。お、ラブラブしてる。これで子供ができたらまた人が増えてゴーレムの数も増えることでしょう。あ、ゴーレムさんがいるよ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今年はコロナのせいで仕事がなくなっちゃったりとかして、本格的に YouTube を始めようと思ってマイクラ実況を始めたんですけど、いろんなことができてすごく楽しかったです。来年も引き続きこのワールドでやっていきたいと思っておりますので、さらなる発展をお楽しみください。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.